ちゃう、あちゃんです。今日朝からね、お風呂ライブしてて、で上がってでね、歩いてた。なんとか、コインランドリー持って行ってて、で洗って、でそろそろ洗い終わる頃かな、食べましょうかな。アレクサー、チャオワシ、ヘイシリー、ヘイシリー、タイマー30分。洗い終わって、で、乾燥に入れ替えてきた、今。そこやったら何回も行かないんだよね。高いね。洗濯ね、25キロか。で、毛布とかいろいろあってんけど、1000円。で、乾燥がね、6分100円。だから全部で1500円かかんね。まあ、1500円クリーニング出すこと思ったら安いか。思って、まあいいかと思ってね、出してんけど、あ、紹介しなかったで、で、まだご飯食べてないね。子供も食べてんけど、あっちゃんまだ食欲なくて、食べてないから、冷たいもん食べたくって、帰り道セブンでソウのベルギーチョコ買ってきた。ベルギーチョコバニラ、こんなんね。で、もうお昼ご飯いいやと思って、アイス食べようと思って、もう子供も買っててね、まあ子供も今食べてんねんけど、いただきます。いやもうなんか暑い、しんどい。まず、あ、いや美味しい。もうね、そこで30分待って、嫌やんか。洗うんだって30何分だから、もう家帰ってね、美味しいね。タイマーして、時間経ったらまた入れ替えに行ってきて、またね、乾燥機モードにして帰ってきてんけど、とりあえず30分乾燥されてるかなみたいな。500円ぐらいで洗えるのか思ったら、まあクリーム出すこともだ安いけどね。美味しい。毛布とかね、毛布とかしてもいいんやけど、悩むとこやなと思って。布団はね、布団もカバー一緒になるかもね。開けたら今回ね、羽が出てたんよ、布団。布団買い替えようと思って。もう2年ぐらい使ってんのかな、普通ね。なんかもう要は買い替えたろう。高いのかな、羽布団。楽天上のはね、去年買ってあげたから、去年買って一緒に寝とったやんか、ここで。でも、自分の部屋行くようになってなんかだったな。下の部屋もね、もうそろそろ片付け終わって、部屋とさ、もう一枚布団が大変。大体もシングルでもいいしね。緑って買おうかな。本当 N クール N レン。100円で買ったよな。
と、うん、骨布団これだ。2015年に買ったよね。4年使ってんのか、あの布団ね。上の布団はなんかニトリで買ってきたんか、あれ通販じゃなかったんかも、買えんね。今使ってるスプレーだね。あ、値段下がってる。去年から1万なんぼしてたのに9500円になってる。同じの買おうかな。去年じゃない、これ2015年に買ったね。確か履歴見たら。送料込み9580円。もう一回こう買おうね。うん、やっぱ2015、2015の2015の18、3年か、3年使ったんやと。使ったらやばいになるわな。寝ることはできんね、大丈夫やけど。カバー外したらなんか金が出てた。その前ね、カバー洗った時は大丈夫やったんやけど、うん、だから前も羽出て捨ててんけど、ブワーッと出てないね。なんかふわっと結構ね、もう結構な数出てた、うん。やっぱり見かからね、うん、まあ、うん、まだもう結構買ってるからね。17か16かったかな。あ、これか。下これやな。
しかった。あのね、チョコがね、あのほろ苦でバニラが甘さだし美味しいよ。そうのベルギーチョコバニラ、うん、美味しかった。すっきりした、うん、またちょっとお腹空いたらね、ちょっと半分時間になるけど何か食べて、うん、なんかこう食欲があんまりないの。うん、で、またね30分ほどしたら、もう30分どころちゃうね、20分ぐらいか、あと20分ぐらいしたら、乾燥した毛布と煮てきます、はい。ということで今日のあっちゃんの、これ何なんだろう、お昼ご飯そうのベルギーチョコバニラ食べました。美味しかったです。ごちそうさま、うん、まあね、食欲ない時もね、こうやってね甘いもん入れてね、体をなんとか維持しないとね、うん、ということで、今日のあちゃんのお昼ご飯ベルギーチョコアイス、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。変なお昼ご飯です。